おいそこんにちは、アメリです。今回はジューンブレードのキャラクター全部、登場しましたのでサクサクっと触れていきたいのと、あとはまあ色違い進化が今回もう多いというところで、お前はどう思ってんだっていうことで、その辺をちょっとまあ質問も来たんですよね。あのコメントでどうなんですかみたいな、配信者的に。なのでちょっとそこにもね、僕も触れていきたいと思います。はい、ということでですね、もう結構見てるので本当に注目してるところだけいきますので、これは新キャラは昨日触れたので、あ、ブリギットが確定購入枠なのでめちゃくちゃありがたいと思いました。僕欲しかったんでね、いいと思います。で、プラリネちゃんめちゃくそ可愛いんだけど、はい、ということで、バインドスキップ2つの封印耐性です。25ターンで強化ドロップ 50% 以上、これすごくない？ 50% の確率で強化ドロップが降ってくるような変身です。面白いと思います。で、リーダースキルこれね、出ましたっていう感じ、出たーって感じで、バインド耐性、封印耐性 U プラス10強10強10時10時ヒドロキを2つ。なんでヒドロキあるのって思ったら、まあとりあえずちょっと後で触れます。2ターンスキルで1ターン内のチーム内のヒドロップ強化の覚醒するねの上昇で、回復以外から火を6個生成ということで、ロザリンと同じような、まあ、感じになっておりますけども、リーダースキル強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が20倍、きたー出たー、懐かしの読みドラエスカマリ系のリーダースキル、きちゃーって感じ。懐かしいんだけど、マジ化石リーダースキル来たんだけど、火の2コンボ以上でダメージを激減3コンボ加算、まあ5個消し、ちょっと癖強いね。十字で組んでねって感じかなって思います。まあ、強化でね、変身の時に全部振るようにはしてくれるので、全属性一応いけるんだけど、虚無されるからね、高難易度。虚無されちゃったらね、ちょっとあれだよねっていうところはあるね。うん。まあ、その辺、どうなんだろう。ちょっと使いにくさもあるけど、なかなか面白い。うん。ラファエルとかを避けていけれればいいんじゃないかな。はい。めっちゃいいと思います。だって、強化ドロップ振りやすくなるって現状、上書きとかされないんじゃない？基本的に。だから基本なんかいろんなダンジョンではずっと継続的になるんじゃないのかな。上書きされないでしょ、虚無られない限り。面白そうじゃない？全体の火力、総火力上がるよ、それで。うん、いいと。あ、なんか僕っ子でした。はい。武器はバインド E プラ3つで16ターンスキル、ダブル吸収無効。スキル効果は強いんだけど、覚醒は正直、まあ指そんなに欲しい場面あるかみたいな。なくても、まあもっと、って感じ。僕はあんまりかな。覚醒はそんなにかなって思ってます。で、ロシェがみずみずに分化しません。分岐。で、イラストはめちゃめちゃいい。イラストが100点です。はい。で、覚醒はバインドスキル4つ、50倍化強化が5つで、まあ、癖があるね、と。2ターンで自分と攻撃タイプエンハンス打って、で、HP20 倍化であれば全職人って感じですけど、ロック解除もないと。で、これどう使うねみたいな。まあ、今後かな、これちょっとまあ、未来的な感じかなって思いますね。今後ね、こう、毎ターン自称できていければ、まあ、オールマイトと同じような感じなんで、HP1 にできるような、かぐや、頑固屋のかぐや的なスキル出てくれば、まあ、使いやすさはあるかもしれないですけど、まあ、ちょっとダンジョンはだいぶ限られる。そうで、リーダースキルは攻撃タイプ全パラ 2.5 倍の軽減と 35% 軽減です。固定ダメージ入れますということで、うん、まあ、ちょっと今後の環境次第かな。水パで50倍化強化が現状そんなにかもしれないので、そこが流行ってくればワンチャン輝きそうです。武器は50倍化強化封印と水じゃない回復3つです。2ターン打てます。スキル内容が弱いですね。で、こちらも分岐します。火属性になります。バインドスキルプラス封印耐性十字3つ3色3つ7ターンで打ってる回復炎波と自分炎波でダメージ激減、行動一旦チェーンで、まあ大君みたいな感じですかね。回復炎波とダメージ激減、76リーダーなので、まあ76運用の最初の潜入で使ってあげればいいかなと思います。超覚醒は、まあ、基本的にこれスキルプラスつけるような形になりそうかなっていうところですね。十字消しを組んでいけるので、まあ、暗闇解除とかには結構強そうなキャラクターにはなってきそう。スキル内容は結構強いと思うので、まあ全然使い道あるんじゃないかなと思ってます。多色運用でいいと思います。で、武器に関しては体力タイプ付与ですね。十字消しと暗闇3つと、でスキル内容は同じですっていう感じです。まあ、うん、使える場面、体力タイプがどうとかっていうところには強いと思いました。はい、以上、新キャラと、まあ、新分岐っていう感じです。うん。っていうところで、次、能力調整いきます。エスカワに別に触れるほどのあれはないかな。武器、スキブ持った。はい、そんなにだと思います。サツキは覚醒無効解除つきました。スキルに。2ウェイの覚醒無効解除できるようなキャラクターになっております。シアトに関しては、リーダースキルとか強化されて、5ターンでね、スキルターン短くなったと、3コンボ加算と固定500万ができるという変身キャラクターみたいなことができるようになってますけども、まあ、回復倍率問題はあるかなと思います。武器は各体制つきました。ペルセポネに関しては、まあ、そんなに
何かな、ちょっと火力覚醒弱めかな、10強もらったけどっていうところです。毒3つの武器になってます。属性吸収5ターンで3ターン無効できます。雷神は結構いいと思います。超覚醒に5色もらいました。スキル内容4ターンで6解除、全職時に操作回復 1.5 倍強いです。でリーダースキル持ちこなしだけど攻撃タイプ攻撃力6倍回復3倍の4色で 70% 軽減、攻撃 4.5 倍ということで普通にリーダースキル強いと思います。回復倍率持ってて、まあ、コンボカさんとは追撃こそないのでクラピカみたいな追撃と、コンボカさんを同時にやってくれるようなリーダーと組み合わせることにはなるかなと思いますけど、リーダー運用全然強いと思います。うん、復帰力高いし 70% 軽減だしスキル内容強いし、うん、結構俺雷神好きですよ。で武器に関しては追撃覚醒もらったので、まあこれは新潜在と合わせてねと。でルシャナはもう火力が上がったって感じ。十字消しと十強もらった、火力上がったねーって感じですね。まあこちらもスキル内容はそんなになんで、うん、リーダースキルは76なんでそこで運用してねって感じかな。武器もまあまあ特に、パネラに関してはですね、スキブ4つになって5色もらって、まあ火力はそこそこ出るかなぐらいなんで、まああんまり高くはないですと。でダブル吸収無効のスキルチャージ持ちなので、まあ絹とか持ってない人はなんかワンチャン代用とかにはなるかもしれないけど、まあだったら本家のリーチを持ってるか。まあ結局ちょっとライバル多いよね。スキルチャージもしながらダブル吸収無効できるよって、まあ操作時間上げれるのが唯一のこいつの強みではあるかなと思いました。あとこれリーダースキル面白くて、全パラバランスタイプ上げた後に回復上げるんで回復力はね6倍です。はい。で、武器に関しては L 字もらったので、これ武器がいいと思いますね。耐性持ちダブル HP 強化の L 字もらってまーすって感じ。ダブル吸収無効なんで武器は非常にいいと思いました。で確定購入のパールバティなんですけど、これ10強もらったので火力しっかり出る、毒耐性持ちで操作時間回復力上げれる、ロック解除持ちで落ち込んだしはまあ上書きと考えれば強いで、水ドロップを回復に変化するということでパールバティ強い。うん、これ普通に強いと思いますので、まあ持ってる方は万歳って感じ。確定購入で金出してまで買うかってなるとちょっと迷いどころかもね。そこは様子見かもしれないですけど、まあ優秀なサブだと思ってもらっていいと思います。はい。武器はまあええか、ドラゴンキラー。ゼラちゃんに関しては一旦4コンボ加算になった。もうほんとそれぐらいじゃない？微強化すぎる。だって2コンボ加算が4コンボ加算。10強もらったよ、火力出るようになったよ、もうそんなにです。なんかゼロちゃんねあんまりですね。まあ武器が強いて言えばこれが13ターンに縮まった、3ターン遅延武器になったので、まあ遅延初代で刺しやすくなったのと、チーム HP 強化ついたので使いやすくなったかなと思います。うん、スキブチーム HP 強化持って3ターン遅延でしょ。なかなか、だから今で言うとメノアみたいな感じで、バインド耐性持ってるから覚醒も強いし、武器はね非常にいいと思う。もう武器メインかな。でロシェですね、期待してました。まあ強化は期待通りかもね。10強もらった、でスキルターン1個短くなった、で6解除規制性のダメージ軽減、2ウェイの覚醒数に応じてなので、まあ普通にデートのとかで使ったら結構軽減はできるんじゃないかなと思ってます。なかなか期待が高まるキャラクターですね。武器に関してはこれが強みです。2ウェイクも耐性、チーム HP2 個のチーム回復もらってます。で10ターンで、これ2ターンエンハンスかけて、で消せない覚醒無効解除っていう感じで、武器はね結構強めですね。これイザナギに関してはまあそんなにかな。超つなぎもらった、2ターンで打てるようになったけど、まあね、うん、4、5個生成じゃ足りないって感じですね。他に関してはまあこいつもそんなにだったし、ユーリに関しては、スキブが圧縮されて10強もらったよって感じかな。でスキル4ターンで打てる属性変化になりました。ただ現状非属性に打てるオーガがいないよね、間違ってないよね。非属性に打てる2500万ブレスのキャラクターはいないと思うので、まあ今後次第かな。今後では周回のなんかワンパーツになりそうな気がします。武器はまあこれはLジもらったね。ロイヤルオークどっちもいけるハイブリッド武器で、もう一個これね、確か回復力めっちゃ高いよね。回復力なんか前は、1年前はパズドラ界ナンバーワンの回復力だった気がするけど、現状はどうなの？チーム回復アップ3つに、列強に枝豆もらってます。18ターンで打てるダブル吸収無効3ターンと覚醒無効解除。これ強いっすね。覚醒も、スキルも強いんで、3つの列パとかにはかなり強いと思ってます。はい。この武器はあり。で、エリシャです。スキブもらいました。よかったねーって感じ。使いやすくなった。で、変身後は3ターンで打てるような無効貫通になってます。回復操作時間 1.5 倍。まあ、うん。使えなくはなさそう。入れて使ってるところを見たことはあんまないけど。はい。武器はチーム HP、チーム回復もらってます。で、ゴーザンゼはもともと強かったので、10強もらって終わりって感じですかね、基本的には。まあ、火力が今までよりも出やすくなったよねっていうことで、まあ、サブに組み込みやすくなったのでいいんじゃないかな。武器はまあいい強化もらったね。チーム回復アップ2つついた。で、スキル内容変わらず。スキルはまあ本体で強いんだけど、武器でわざわざこれ使うかって言われたらあれかもしれないけど、まあ武器も強くなってまーすって感じ。もう一つはチーム HP 強化3つなんで、まあ普通に強いと。で、10ターンスキル。
で、ダメージ半減2ターン継続入ってますので、まあ使いやすくなったかな、溜まっても。これはええか、バインド回復増えた。はい、そんな感じになっております。で、その他見るとまあこんな感じですね。新キャラクターはフェノン、ブリキッド、プラリネ、プラリネを追うガチャになるかなっていうところです、僕みたいな人は。で、他は購入に関しては、いっぱい確定がいます。ブリギットが2440円、パールバティ2440円、イザナギ2440円、ゴーザンゼ2440円っていう感じで4体います。まあおすすめはやっぱりブリギットかな、新キャラクターが強いですね。ブリギット、まあパールも人によっては結構いいし、まあイザナギは買わなくていいと思う。で、あとはゴーザンゼがまあ強いかなっていうところですね。はい、まあそんな感じになっております。じゃあ最後に色違いの分岐についてね、話していくんですけども、色違い進化に関しては僕は賛成派なんですよね、別に。そんなに反対はしないかな。やっぱね、1体のキャラクター引けました、これ持ってないから使えないやみたいな、デート内ないしなみたいな感じになるかもしれないんですけども、実は他のところで使い道があったりとかするし、持ってたら意外と便利に周回のワンパーツになったりするかもしれないので、まあ1キャラ引けた時の使い道が多くあるっていうのは非常にいいことだと思ってます。まあイラストが正直そのまんまになっちゃってきてるので、まあそこら辺はちょっと運営どうなのって思う人もいるかもしれないんですけども、まあ個人的には別にまあいいかなみたいな感じですね。もうとにかく役割が増える分にはいいかなと。なんか課金額とか増えないんですかって言われたんですけど、基本増えないっすね、あんまり。もともとね、結構僕とかは引くから、引くし、基本複数体何があってもいいように取るので初手で、なのでまあ分岐が来たところでっていうところかな。まあ結局金かかるっていうのは金かかるかもしれないね。進化の数が増えれば増えるだけやっぱりどうしても1体ずつ取っておきたいし、まあただね、別に進化対価行き来すればいいっていう話でもあるので、120がね取れるとかはあれかもしれないけど、別に僕は全然反対はしてません、賛成です。まあイラスト云々あるかもしれないんですけど、まあ僕はそこまでイラストを重視するような人じゃないので、性能方面重視してるんで、まあ使い道がいっぱい増える分にはいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで今回はジューンブレードのねキャラクター全部に増えたんじゃないかなと思います。皆さんの中でね、こいつは強えっていうのがもしいたらコメント欄で教えてください。あとまあイラストそのまんま、まあ、ほぼそのまんまに、分岐進化で色違いが来るっていうのがちょっと皆さん的にはどうなのか、よかったら意見コメント欄に書いてください。ということでね、ブリヒットちゃんがめちゃ可愛い。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。